349ページ226事件2広田幸紀内閣は閣僚の人選や軍備拡張、財政改革などについて軍の要求を受け入れて組閣され内閣に対する軍の介入の糸口となった広田幸紀内閣は陸軍の要求に従って軍部大臣演劇部完成を復活させ陸軍の政治的発言力が高まった ワシントン海軍軍縮条約、ロンドン海軍軍縮条約が執行したため、広田紘希内閣は、陸海軍による帝国国防方針の改定に基づいて、陸軍の北進論と海軍の南進論を併記した国策の基準により、大陸での立場を確保する一方で、南方へ前進的に進出する方針を決定し、外交では、ドイツと日独防協定を締結し、 提携を強めてソ連に対抗し国内では大規模な軍備拡張計画が推進され海軍は戦艦山と武蔵を含む大憲艦計画を進めたしかし国内改革の不徹底を不満とする軍と軍拡に反対する政党の反発で広田後期内閣は総辞職し陸軍穏健派の宇垣一成が組閣しようとしたが これに反発する陸軍が陸軍大臣を推挙せず、宇垣一茂は組閣を断念。結局、陸軍大将の林千十郎が組閣し、重要産業の育成が必要と考え、軍在奉合と呼ばれた軍部と財界との調整を図ったが、短命に終わった。次に、貴族院議長の近衛文麿が、元老、軍部から一般民衆まで。 国民各層の期待を集め、第一次この F 未丸内閣を組閣した。